皆様、こんにちは。今日は2021年9月27日月曜日です。今日のテーマですが、アメリカとフォアビの戦いはこれからです。これからフウェビは大変なことになってくるというふうに思います。フウェビの娘ですが、中国深圳に到着しました。 中国のメディアの報道では、我々は外交の勝利だと宣伝していたんですが、急に静かになりました。これから話をしますが、中国の一般の愛国者は嬉しいですね。中国は勝利しましたと、アメリカは負けた。もちろんカナダも負けましたと、我々は勝利しましたと。ファビーの娘とアメリカの司法やりとりがありまして、 今回はこの結果となりました。バイデンと習近平のテレビ電話でも、まあ、この結果となったというふうに私も聞いております。ファービの娘、モンワン・ジョーですが、ファービの CFO 副会長兼最高債務責任者ですが、2018年12月、カナダで逮捕されました。約3年間ですが、カナダで滞在していました。ファービの娘、 カナダに滞在している間ですが、3カ国、中国、カナダ、アメリカの戦いがありました。まあ、外交、司法、政治の戦いとも言いますが、この約3年間の間、中国との関係が変わりました。史上最悪の状態になってきています。しかし、急に文安城は帰国しました。 アメリカは起訴の延期にしました。まあ、今後ですが不起訴になる可能性もあります。カナダの二人、人質として中国で逮捕されていたんですが、一、まあ、人は死刑判決されていますけれども、カナダに帰国できました。まあ、急に変わりました。10年前に戻りますが、中国の法ビの発祥、成長の歴史にまあ関係ありますが、 2010年12月7日、当時13日、この2つの日ですが、とても大事です。2つのコンテナにアメリカの HP 社、ヒューレット・パーカードの製品ですが、詰められていましたが、この2つのコンテナはイランに送られていました。当時のイランですが、アメリカに制裁されていました。荷物の送り主っていうのは、ウワイでした。 しかし、ァーウィですが、当時、有名な企業ではなかったんですね。まあ、あまり国際的な有名な企業ではなかったんです。2011年10月30日、ホワウィはまだイランに荷物を送りました。アメリカの製品、電波を発信、受信するアンテナ設備でした。 今回は36号のコンテナでした。もういっぱいです。納期っていうのは2012年の2月3日。送り先はイランの首都テヘランにあるホワビトの倉庫でした。以上の取引っていうのはアメリカは知らなかったんです。でもホワビトのライバル ZTE 社が知っています。 今ですが、ZTE の影は非常に薄いんですが、当時、ZTE といえば、まあ、携帯もそうですが、そして Wi-Fi のモバイル Wi-Fi とかも流行っていました。ZTE、Huawei っていうのは、シンセの企業ですので、ライバル社、ライバルの関係でもあります。ZTE とは、国営企業です。 でも、Huawei っていうのは隠れている国営企業です。経営する領域はほぼ同じです。ZTE はこれを知っていて羨ましいことです。なぜなら、イランとやり取りをしたいんです。当時ですが、今でも同じですが、アメリカに制裁を受ける国、あるいは企業とのやり取りをすると、絶対に儲かるというのは間違いないんですね。原因は簡単ですが、 イランはアメリカに制裁されています。他の国はイランとの商売は絶対できないんです。したくもできないんです。しないんです。でも ZT はやりたいんです。国営企業ですので、怖いものはないんです。ファーウェーできるなら自分にもできるというふうに判断していたんです。しかし ZT がやるとすぐに FBI にバレてしまいました。 なぜなら、ZTE っていうのは国営企業ですので、見つけられやすいんです。FBI が調査して証拠を持って、起訴してもいいんですが、認めるんですかと聞きました。ZTE はすぐに認めました、まあ。起訴はしなくてもいいですから、もう結果というのはわかりますので、罰金ですよね、と。で罰金は、まあ、結果ですが、30億アメリカドルでした。 ZTE 当時その企業ですが破綻してもいいぐらいでした。でも中国政府は守りました。30億ドルを支払いました。ただし条件っていうのがありますが、アメリカからの監視員ですね。ZTE に駐在することです。すべてのやり取り、契約書、アメリカの監視員の監査を受けることです。そうしないと ZTE を制裁しますよっていうのがまあ条件でした。 ZTE にアメリカの監査員ですが、監視員ですが、駐在しました。それから内部の文書には、Huawei とイラのやり取りがありまして、まあ、我々もやりましょうよっていう文書が見つかったんですね。これで Huawei がやってきたことがバレてしまったんです。もう一つですが、香港の銀行 HSBC ですが、アメリカに目付けられていたんです。 アメリカの国会で HSBC の c e o は認めました。6年間にわたってイランの不正手段で得たお金をですね、正当化にしましたと。金額は160億アメリカドルでした。2012年12月、HSBC は罰金を取られました。19億アメリカドルでした。ただし同じですが、基礎の延期となりました。最後は不基礎となりました。 条件は ZT e と同じですが、アメリカからの派遣された監視員を受け入れることです。HSBC に滞在して、HSBC の運営を監視するという意味です。HSBC での監査をして、ホワビーとイランのやり取りはやはりバレてしまいました。ここではある企業が登場となりますが、香港のスカイコム社ですが、 ウワイとイランのやりとりっていうのは、すべてこの香港にあるスカイコム社を形容してやっていたんです。いろんな証拠は出ていますが、スカイコム社の住所っていうのは、ウワイのビルの一室になっていたり、従業員は実にウワイの従業員であったり、当時スカイコム社の名刺には、ウワイっていう名前も印刷されていたんです。つまり同じ会社です。 アメリカの監視員としては、ハワイのモンワン・ジュですが、事情聴取をしました。モンワン・ジュですが、まあ当然ですが、副会長であって、財務の最高責任者であって、お金のやり取りというのは全て彼女のサインが必要です。ウワイのジェン・ジョン・フィーですが、資金業を経営する社長であって、自分の娘、財務を握っていたんです。 聞き取り調査では、文文書の返答としては、スカイコムは我々の取引相手です。ファービーの子会社、あるいは死者ではありませんよと供述しました。つまり、ファービーとは関係ありませんと。香港の銀行を経由して、スカイコム社とイランはお金のやり取りは知らないというふうに供述もしました。 アメリカの手法としては、やはり起訴しようとしました。起訴する相手っていうのは、香港の銀行とホワビーです。香港の銀行は証拠を見て、もう逃げようがないので、すぐに認めました。自分はホワビーに利用されましたと、自分は知りませんというふうに言いました。銀行が、そしてまあ把握しているホワビー、使い込むイランとのやりとり、 データすべてアメリカに提供しました。つまり自分の罪をですね、少しでも減らしたいということで、Huawei とスカイコムを裏切りました。アメリカに証拠を提供しました。まあ、現在ですが、中国政府は香港の、まあ、この銀行 HSBC ですが、叩いているんですが、HSBC、その銀行の後ろに立っているイギリスとの関係もありますので、なかなか難しいのが現状です。 つまり HSBC 銀行としては自分は無実ですよと何も知りませんよというふうに強調しています。そうするとアメリカ当局としてはハワイをターゲットにしました。ハワイの文案上ですが嘘をついたので彼女は最高責任者ですので、まあ、犯人。 は、彼女です、というふうに決めました。彼女はカナダの空港で乗り換えをチャンスにして、カナダ政府に要求しました。彼女を逮捕してくださいと指示しました。カナダはアメリカとの司法協力の協定がありますので、アメリカからの指示を受けて、容疑者を逮捕する義務はあります。それで、カナダは、モンワンを逮捕としました。 中国政府ですが、当時はカナダ政府に要求しました。釈放してくださいよと言いました。しかしカナダ政府は説明しました。カナダっていうのは中国と違いますので、政府は政府です。法廷は法廷です。司法は司法です。関係ありませんよと。まあ、つまり司法と法廷は政府のことを聞かないんですよ。というふうに中国政府に説明をしました。 でも中国っていうのは独裁的な政権ですので、もう知らないですし、納得もいかないですし、まあ、信じないでしょうし、それで中国国内にいるカナダ人を逮捕にして、人質にするとカナダを牽制しました。以上はこの事件の流れで終わりました。 門は一度ですが、神聖に帰ってきました。14日間、プラス7日間の隔離が必要なんです。まあ、笑えるんですが、彼女というのは母国に帰ってきて、まあ、人、その、まあ、実はですね、自由できないんですよ。カナダより厳しい隔離を体験することになると思います。 カナダではある程度の自由というのはありました。夜の11時から朝の7時まで外出禁止でした。それ以外は監視は受けるんですが、でも自由の行動というのはできました。でも中国では外出ですら禁止です。では、文文上はどうやってカナダから帰国できたでしょうかそれと、アメリカとのやりとり、取引は何でしょうかこれが非常に大事だと思います。DPA、法廷、 外、法定外の和解とも言います。基礎の延期とも言いますが、アメリカ司法はよく使用する方法ではあります。つまり、被告人は認め、認めはしない、反対もしないの構想に適用されています。罪は認めないんですが、反対はしない。つ、つまりですね、罪は認めないんです。なぜなら、基礎はしないからです。あるいは、基礎の延期になりましたからです。 アメリカ当局、東文文中には和解書がありますので、その和解書の内容に合意したということで、アメリカ当局は起訴延期、あるいは起訴しないとなりました。アメリカは起訴しない、あるいは起訴延期にしたということで、カナダは容疑者を釈放することになりました。これが今の事情ではありますが。では、この和解書、あるいは合意書の内容はどうでしょうか この合意書にサインしないと、文案上ですが、帰れません。帰れる条件として、この合意書、和解書とも言いますが、サインすることです。つまり合意することです。8個の項目があります。1つは、起訴の延期は4年間。カナダで逮捕されてから計算すると。2、アメリカ司法当局は、カナダ司法当局に文案上の引き渡しの要求を中止。 3. 検察官は文丸寿の保釈ができると提案する。4. 文丸寿はこの和解書の通りに実行する期限が経つと起訴の延期を不起訴にする。5. もし文丸寿は和解書の内容に認めない、あるいは実行しないですと起訴するよと。6. 文丸寿は4ページのある 事情の供述にサインすることです。事情の供述を認めることです。これが条件です。同時にこの4ページに書かれていることを真実であり、性格のことを認めること。これから永遠に違うとか認めないとか言わないことですよと。7、文案長は自分の意思でアメリカの検察官と合意をした上でサインすること。文案長 ご本人及び弁護士団体は今後この供述に対して疑問とか認めないとか反論というのはしないことです。もうわんはこれから知りませんとか自分の意思ではないですよとかこれから言ってはいけませんよということです。つまり約束を守りましょうねという意味です。今後否定してはいけないんですよという意味です。 8. 最後ですが、文案中はアメリカ当局に対して損害賠償金をの請求ですね。その権利を放棄すると。この中に一番大事なのはこの4ページの事情供述書なんですが、内容を紹介したいと思います。非常に大事ですが。1つ、スカイコム社、香港の企業であり、当時、ホウワイにコントロールされていました。2、ホウワイはスカイコムを 経由してイランに対してアメリカの製品、チップを提供していました。アメリカはイランを制裁したことを違反にしました。3. モーンワン・ジョーとハウィですが、香港の銀行に隠蔽しました。ハーウィとスカイコムとの関係を嘘つきました。銀行の詐欺でした。これでアメリカはハーウィへの抗争はできるようになるんですよ。まあ、現在ですが、まあ、これが証拠ですので、 アメリカは、ホワイへの23項目の提訴をしようとしていますので、モーマンワイジョっいうのは、ホワイエの CFO 副会長であって、財務の最高責任者であって、これを認めているんですね。これがとても大事なことなんです。つまり、まあ、カナダで逮捕されてから、アメリカは起訴の延期を提案しました。当時ですが、当時はモーマンワイジョはダメだと言いました。同意しませんよと言いました。 カナダで最強の弁護士チームを作りました。戦いはしました。最後ですが、アメリカの司法から、検察官からの証拠を見せられましたが、モンワンジュの弁護士チームは、我々は絶対に勝たないというふうに判断しました。モンワンジュにこの合意書を受け入れましょうよというふうに推奨しました。モンワンジュはこの合意書にサインをして、自由の身になりました。まあ、これが、 結果ではありますが、まあ、カナダにとっては最初から最後まで実に関係はあまりないんです。でも、アメリカと中国の真ん中に挟んでいましたそ。その結果っていうのは人質もあって2年間ですが、まあ3年間ですが、アメリカの政府もこの3年間の間で大変でした。今回はアメリカ、あのカナダの政府ですが、ほっとしたと思います。 やはり先進国では自分の国民は外国で人質とか拉致とかされていて、国民はやはり政府に批判するとか、そして野党にも言われますので、まあ、日本もあのこれなんですが、北朝鮮の人質あるいは拉致問題ですが、まあ、これが結果なんですけれども。でも結果としてはカナダと中国の関係は崩壊しました。元には戻れないと思います。 アメリカ側とすれば、バイデンの政府の行動についてですが、まあ、批判の声はあります。やはり犯人を逃がしましたとか、まあ、犯人とのやりとりもありましたとか、そういうのが声はありますが、 アメリカのターゲットっていうのはファーウェイなんですね。ファーウェイは、まあ、これからも叩かれると思いますが、まあ、今後です。また、モマンワン・ジョーは実際的に認めました。ファーウェイっていうのはイランに対して商品を提供しました。そして銀行の詐欺もしました。これが結果ですので、認めていますので、今後ですが、ファーウェイは本当に大変になると思います。 アメリカはモンワンジュの供述で証拠となっているのが現状ですので、これからホワビを提訴する、控訴すると思います。これからアメリカとホワビの戦いは、これからですが本当に始まりますというふうに思います。ホワビの裏には当然ですが、中国政府が立っているので、つまりですね、モンワンジュは逃げました。 まあ、あるいは、まあ、逃がしました。アメリカとしては。でも、これから、ファンウィーを叩くことになると思います。もう、ワン中ですが、確かに帰ってきました。でも、中国政府は、ホッとしていませんよ。 これから叩かれることになりますので、まあ自分は認めない、認めないと言いながら最後は認めたじゃないのかというふうに責められると思います。つまり、文文中っていうのは良い,い結果にはならないと思います。帰ってきても必ずですね、中国政府に責められると思います。でそれから、ファビウィは 本格的に戦えることになると思います。これをですね、少しずつ見ていきたいというふうに思います。で、私も前の動画で話をしましたが、別に、ホォアウィ、この金魚に対して、まあ、どういうイメージ持っているかと言われましたら、聞かれるとですね、あんまりいいイメージないんですね。もう、あの、なんて言うんですかね。まあ、そもそも中国っていうのは、その過労死っていう言葉が昔はなかったんですよ。 この過労死っていう言葉が出てきたその時点でですね、ホアウィなんですよ。中国では初めて過労死になった人間っていうのはホアウィです。で、実際的に私もその友達もホアウィの中にいてますので、ホアウィに入社したその日からですね、 もう折りたたみのペットですね、渡されますので、もうそれが標準装備として渡されますね。自分の事務所の机の下にを保管しますので、で、それから布団とか普通に置いてありますので、ロッカーに。で、そこにはもう、その洗濯とか掃除とかしてくれる人間はいますので、もう普通のように残業とか、その残業っていうのはもう朝までですね、 もう寝るんですよ、普通に事務所で。なので、これがファミの文化でもあるので、もうそういう勤務体制というか、良くないんですね。まあ私はいいイメージはないんです。それともう一つですが、やはり価値観ですね。先進国からの、まあ、中国という国ですが、自分からできないことですが、やはりそういった企業を経由して、外国からの栄養分ですね、まあ物ですね。 あるいは知的所有権ですね、えー。送ってくれないといけませんので、ハワイというのは最もその先進的な技術の代表ではありますので、そういうと企業ですが、外国でいっぱい栄養分を吸ってですね、中国に送るんですよ。まあ、これがやはり、まあ、私の価値観と違いますので、まあ、良くないというふうに思いますね。 なので、フアビィっていうのは、叩かれるっていうのは、もう、自業自得としか、私は、まあ、それしか思っていないんですけれども、もう、叩かれるのは当たり前ですし、今まで叩かれてなかったっていうのはおかしいですし、そういうふうに思いますね。まあ、これから見ていきたいと思います。まあ、正式に外交の戦いでもありますし、そして、フアビーという金魚ですが、まあ、最終的にどうなるのか、もう見ていきたいというふうに思います。 この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。